ラットテリアはアメリカ合衆国原産のテリア犬種である。アメリカで命名され人気のある犬種であることからアメリカンラットテリアとも呼ばれる。元は1820年代にイギリスでネズミ取りに特化した犬を作る目的でスムースフォックステリアとマンチェスターテリアを交配して作られた犬種である。ホワイトイングリッシュテリアも掛け合わされているとも言う。優れた。 飼料能力を持っていて、中には7時間で2501匹のネズミを仕留めたという記録も残されており、労働者階級の娯楽としてネズミ取りが行われた。1890年代になるとアメリカ合衆国へ輸出された。特に米国大統領、セオドア・ルーズベルトが本州を愛好して、ラットテリアと名付け、飼料によく連れて行った。その後、 さらなる品種改良のためにウィッペットやビーグル、スムース、フォックステリア、イタリアングレーハウンド等とも交配された。その結果、足の長いタイプと短いタイプの2つの犬種が出来上がったため、前者をアメリカンラットテリア、後者をテディルーズベルトテリアと区別するようになった。飼料能力に優れ、獲物を木の上に追い上げるツリーイングに優れるところから、スクーイレルドッグとも呼ばれた。 アメリカで大型化が進み、アライグマやシカなどの量にも使われた。性格の明るさからペットとしても好まれる。1930年代以降、人気は衰退したが、20世紀末頃から、ラットテリアクラブオブアメリカ等の犬種クラブが設立され、人気が復活しつつある。サイズ階級に、ミディアムとミニジュアがあり、前者は体高46センチメートル以下。 体重3から3.5キログラム、後者は33センチメートル以下、体重2から3キログラムである。毛並みはスムースコートで毛色は様々である。頭部は幅広で耳は立ち耳だが折れていることもある。性格はおとなしいが明るく、好奇心旺盛である。ありがとうございます。